けないんちゃうけ、こんなとこ。学校は頑張って。むつきにあげへんくなってん、このバイク。むつきにあげへんくなった。なんか、また売れた？違う。こいつ、東京行ってさ、家賃めっちゃ高いやん、バイクの。ガレージ代が。だから諦めろって言ってんの。東京行くんだ。そう。田舎者のくせにな、お前。なんか喋れよ。そう。うん。タロちゃんのアップ。はい。福井行くよ。はい、行きますよ。福井行きますよ。はい。福井行くよ。行きましょう。タロちゃん、その格好寒いで、多分。超なんか聞こえてる。なんでそんなに俺がガソリン入れんのに観客ついてんの。こぼれるこぼれる。めっちゃ見るやん。これどんぐらい入るんですか。6ぐらい。コンビニ来たら慶吾がいるやん。行こうや、走りに福井。え、京都行くんすよ。京都、はい、ええやん、福井の方が。予約してたものが。予約、はい、伸ばしいや。行こう行こう。大丈夫できいな。まあ、え、来るっしょ、ケイゴさんは。来るやろ。え、日和ってんの。日和りはしないっすよ。いや、日和ってるよな。バイク取りに行こう。はい、行きの飯、ホットコーヒー。ノーネームの。神戸の。そうそうそう。キルティングになってんねん、これ。ちょっとあったかいかなって。でもこれ、足首が冷えたら一緒よな。まあ、そうですね。そうやね。ノーネームの宣伝してしまった。お金もらわんと。何パー戻ってくるか。わからへん。ちょっと詰めるわ、こだわら。あ、ツールバッグ、こだんとことコラボで出そうかなって思ってて。かっこいいのできそうやねんな。ケイゴくん待ってるで、じゃあ、福井で。はい。おいでや。待っとくわ、待っとく。行って帰るわって言われたら。こうへんなら家突き止めろしか言えり。こっから5分圏内やろ。まあ分かった、任しといて俺らに。家ガチャガチャにしに行くから。めんどくさいっすよ。でも釣りのない水しみひんやつやったら無敵やろうな。確かに。風通さへんやつ。まだ俺こいつもあるんすよ。あ、あんにゃん。行った方がいいよね。ちょ、もう顔が死にそうよ。な、北海道貼ったん？ありました。へぇ。持ってきたんや、せこいなやつ。俺バイカーだ。重たいやろ。そんなこともないっすけどね。ほんま？フルに来てこの重さになりそうからか。俺もう思いが無理になっちゃった。しんどい。ほんまにほんまに。はい、バイク紹介。タルちゃんの SR。 日本で一番かっこいいです。俺の方がかっこいい。
はい、こっちは藤田の SR。 世界一イキったバイクです。イキっとるよな、こいつ。イキんなって思う。チョッパーなんで、ね、グローブ紹介してもらおうかな。一気に弱くなるから。おい、腰数減ったぞ、藤田。なんか喋れよ。一気に弱くなるから。はい、俺が乗ってる SR です。もうすぐお別れっぽいっすね、これは。え、どうするんですか？誰にあげるんですか？誰にもあげへん。行くよー。ちゃんとくくっときゃ危ないな。そうっす。うん。味方ごこ。行こうぜ。レインボーラインあるっすよ。レインボーライン登らんとこはあえての。何ですか？なんか、あっこじゃない方が綺麗っぽいね。俺の予想。コンビニないんちゃうけ、こんなとこ。コンビニって概念がないかもしれない。最短のコンビニどこになんやろな、これ。何キロあんやろ。うわ、なになに、俺も見たい。うわ、すげえ。え、すげえやん、めっちゃ綺麗なんや。いや、これは立てへんやろ、無理っすよ、絶対。やってたろちゃん、マジで。こっちならいけるっすよ。ほんま？それ絶対、うわ、マジか。観察とご飯、道の駅、はい。食べます。はい、サバ寿司買うわ。うん。刺身定食あるやろ、さすがに。あんのかな。ないんかな。そんなやつあるっすよ、山口さん。え、ここで食ってみようかな。まあ、何でもあるじゃん、いっちゃんええやつや。全部食いたいで。おお、最高。すげえ、ご飯や、ご飯や。B ぐらいやな。陽気だな。すげえ。今から、今注文したとこ。おいでやす。下島くん、もうすぐ仕事開くって。ちょうどやで、食っていったら。もうこっから近いんすか？うん、近い。10分。でも、
自販機ないんやって、なんか飲み物欲しかったら買っておいでってどっかで。あ、マジっすか。近くに自販機ないっつってんねん。ここあります。そんなとこする。いや、分からへん。ない説あるっすよ。多分もうちょっと焼き魚なんでかかんじゃないですか。来ました。ご注文で。これでいい？腹減った。いや全然いいっす、いいっす、いいっす。お先、はい、いただきます。東京に持ってきてもらって、うん、行ったな。のおしゃ、これ姫路の方にジョニーさんとか。あれガソリン給油のみやろ、ほとんど給油のみですね。その後うちのツーリングまで来てたもんな。あ、これ寒いべ。寒いって。よし。めっちゃいいとこやろ。めちゃくちゃ綺麗。この上綺麗やったでしょ。あ、めっちゃ綺麗。綺麗。眩しい。じゃあ。じゃあ。じゃあ。バイク見してもらいます。出た。あ、下り向きに止めてんや。へえ。好き？太郎ちゃん。じゃあ。サザエの網。こっちは魚。エビ。いや、魚です。へえ。何が取れるんですか、魚って。いろいろ。いいな。アコウとか。へえ。ヒラメ、カレイ。いいとこやな。はい。いろいろです。イカとか。イカええな。300足。5年で300足やったら1年100足。いや違う。60ぐらい。ほらアホやな。60。そうやな。下島君仕事頑張って。はい。はい、ありがとう。邪魔。またね。よし。こっから行くんか。こっち。なんかこっちから走ってあっちの。やばい、太陽沈まないでくれ。寒なんぞ。彼女来たら絶対ね、喜んでもらえるし。確かに。うん。彼女の話。お疲れ様。この距離車で行くんや、下島くん。はて帰ろうや、あいつ。え、こ、あ、そういう意味。あかんの、行けへんの。違います。違うんや。猫じゃなかったで、あれ絶対。ちょ、これ無理やんけ、どうすんねん。セロやったらいけんな。きれい。ちょっと歩いて行ってみへん。そうっすね。なあ。でもこっちが大きい道に出れるんじゃないか。うわ、すげえ、思いっきり。うわ、えぐ。思いっきりっす。すげえ。めっちゃ怖ない？だいぶ落ちた。これセロでも無理やわ、ここ。うーわ。すげえやん、これ。コンはガードレールごと落ちていっとる。チャック壊れた。あ、直った、すげえ。さすがやな。上は行くんすよ、下が行かへんのですよ。壊れてんじゃん、まだ。諦めろって、お前も。もう、もうこれ以上行けへんけどな。夕日、夕日。重大報告していいですか？重大報告何？このタイミングで？やめた？嘘やろ？え、なんて？
うわやっうわやっうわやっマジで藤田のダウン終わった。もうちょっとこれちゃんとリペアお願いしますこんなん治らんやろ、治るんマジで。俺知ってるとこある。いや、怠慢怠慢怠慢で決めろお前ら。やってるいや、俺も焦りすぎて、どうしようやってる。え、一個だけいやどこどこ見してと思って。おお大丈夫やろこんなん別に。あ、破れてるわ。きっちりきっちり破れてます。あんま指突っ込むのやめろタロちゃんからサロン逃げてたで。逃げてた、逃げてた。一瞬来てタロちゃん行った瞬間逃げた。あ、マジっすか。うん、生きにいた動物あれ何やったやろうな。綺麗いいっすね。うん、帰ろっか。余計広がりそうな。もう全部取れよもうそんな。でも、ここで止まってんじゃないの、こんだけで。多分そうっすね。そうやんな。え、そうなの。うん。なんなんこれ。昔のあれですかね。船の基地。船の停留場みたいな。へえ。なんかすげえな。なんか演奏？なんでか分かんない。ああ。まあ、とりあえず降りてみようか。もう冬やね。5時半でこの暗さなんやね。ちか5度とか3度やったな。ヒーターは。じゃあここでコーヒー飲んで。おい、どうぞ温まってください。いや俺いらんで大丈夫。マジっすか。うん、全然平気。あれの服あったかいねん。うん。